年あげましておめでとうございます。開けた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 。さあ2019年になりました。なんとね、今年が平成最後のお正月ですよ。えっ、やばい、平成最後のお正月、今年はイノシシ年ということなんですけど、じゃあキキちゃんイノシシのものまねをどうぞ。なんでイノシシのものまね、これじゃない。あー、すごい、これやっちゃった。くぶたじゃん。まあこんな感じでね、こうねテンション高く今年もね、そうですね、熱バキバクリ突っ走ってね、イノシシのように突進しながらね、頑張っていきたいなと思います。さあ今日はですね、こちらここにみんなで、あの年賀状をデザインしていきたいなって思います。4人で協力して頑張りましょう。頑張ろー。イエーイ。トップバッター、キキちゃん。はい、やっぱりトップバッターですよ。まあ、入ってきます。はい、入ってきます。全然決まってないし、ちょっとクイズを。お、はい、はい、キキちゃんこれ大丈夫？いや、大丈夫、可愛いよ。なんでダメ？猫みたい、やっぱり。え、なんか、いや、でも、あー、まあ、イノシシには見えへんけど体で頑張ってもらおう。うんうん。じゃあ、沙織が、沙織はね、美術部だったの。へぇー。そう、美術部だったんだけど、何の色が一番好きだったか、その絵の具の中で。えぇー、美術部でしょ。そうです、美術部ってこういう感じ。そう、そこへ寝てたの、美術部だったの。そう、青。あ、でもこの中に色あるよ。いや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 、ガーッ。正解言っていい？うん、正解はゴールドが好きだったの。あのさ、あの王道だと思うんだけどね、うん、絵の具ってさ、うん、こう買うとさついてくるじゃん、うん、でもさ、シルバーとゴールドってさ、うん、ついてないかと思うじゃん。うわ、買ってたかも。そう、別で買うかと思うじゃん。だからゴールドが好きだったの。でも上手いいよね。上手。次行きましょう。もういいの？うん。そう、私センスの塊。それ何色？え、ゴールド。出た。出た、ゴールド。じゃあクイズ行きましょう。はい。私が小さい頃、うん、あのね、公園で遊んでた時に、うん、やめろって規制を発したことがあります。え？その理由は？え？難しい。やめろってね。そう。そんな言うの？え？聞いたことがあります。やめ、はいはい、ブランコを降りない子がいた。違う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 、こっちだこっちだ。びっくりした、一発で正解した。正解した。違います。難しいよ。ヒント、滑り台。滑り台。あ、分かった。後ろからこう滑らそうとしてくる人がいた。ちょっと違うんだよな。後ろじゃなくて前から。はい、はい、前から登ってきた子がいた。イエーイ、やっぱり。そう、なんか逆走する子がいてね、嫌すぎてやめろやめろっていうのが、いや、聞きちゃう。多分ね、パパ、ママっていう次の言葉、次に覚えた言葉がやめろ。すごい、かわいい。一つ質問。え、何？何？一番下にすごいこと書いていい？いいよ。すごいこと楽しみにしてる。うん、楽しみにしてる。うん、何その笑顔、やばい、わちょっと。あの、この辺にしたらこっちしようかなって思って。サノはこれじゃないっけ。これいきますね。サノリかわいい。おーい、あ、でもまあまあちっちゃいからまだ大丈夫。許す？よし、じゃあ次。え、大きく書いていい？いいよ。ワンペン書きたいのがあったのね。そうなんです。私は虹が書きたかったんです。オッケー。え、かわいくないですか？行きましょう。ちょっと私いっぱい考えてきたので紙を出します。すごいな。おすごい大きい紙。え、はい、じゃあまず第1問。はい、靴を脱ぐとき先に脱ぐのは右足、左足どっちでしょう？え、待って、簡単じゃないか。え、これじゃあ1人ずつ。もう2択ですよ。え、1人ずつかけよ。右足、左足にしよう。いやいや、待って、私は右足。だってどっち押せばいいか分からない。左足。左で。右足。え、だってさ、左利きじゃん。そうだよ、一人利きだよ。なんかね、無意識に右足から二択って。そうなんです。
はい、じゃあ続いていきますね。はい、はい、普通にご飯があるとします、ね、ご飯、お味噌汁、あとたくあんがあるとしますね。たくあん、ほぼまあまあ普通の、まあ普通のご飯じゃないですか、ね、そのご飯を食べるとき、いただきますってして、まず初めに手をつけるのは何でしょう、はい、お味噌汁。はい、たくあん。そうなんだ。そう、私お漬物がすごい好きで、初めて知った。福神漬けが好き。福神漬け、はい、美味しい。カレーなの、カレー。あ、そう。あとね、きゅうりとか、あとね、お、じゃあほうれん草じゃない、白菜。あ、白菜がめっちゃ好きなんです。へメガネは今何本目でしょうか。待って、マーピンってさ、結構頻繁に変えてるイメージある。私は、はい、4本。はい、5。はい、3。あなた、そうなんです、3本です。なんかさ、よくメガネの話してる気がする。あー、そうですね。じゃあ次の問題いきますね。はい、今私の部屋にある帽子の数は大体何個でしょう。大体知らないんじゃん。これさ、大体だから大体知らない。8個でも7個って言ったら正解。うわ、まあそれ。あ、じゃあ丸1。丸い、あ、選択肢、ね、1から5、2、5から10、3、何やそれ、15から1番で。1番。はい、あなたは。マーピン帽子持ってるイメージあるから2番。何、2番の5から10。5から10。私0から5。キキちゃんは、サオリは、え、ブー、そんなに持ってるの。はい、15から20個はありますね、多分。確かに、マーピンね、よく帽子かぶってるんですよ。でもさ、うん、キシモンも多いよね。キシモンってゆめちゃん、ゆめちゃんには負けます。確かに、あの子はすごかったよね、帽子、一時期ブームが来て、ね、ね、あ、じゃあ続いては、はい、私の靴の数は何個でしょう。何個くらいでしょう。これも大体ね。そう、大体、大体ね。25足。あー、もう正解ですね。正解しちゃってよ。もうほとんどそれぐらいありますね。あるよね。サオリも靴多いんですよね。多い、私めっちゃ多い。え、キキちゃん靴多いですか。多いのかな。スニーカーが多いですね。確かに、最近スニーカーよく履いてるもんね。ヒールだと疲れちゃうから、お仕事の時だけ履くようにしてて、普通にプライベートというか、家にいる時とかは、家にいる時はすごい。あ、いいじゃん。いいですね。え、顔はめパネルしたい。どうぞ。いいよ。いいな。いい感じじゃないですか、私の以外。あー、いいね、こういう感じ。あ、いいねー。でももうね、キキちゃんがでもこれやるとチャーリーと琥珀にしかないかもしれない。違う、全然イノシシ感ないの。あれだよ、こっから読み取ってもイノシシって書いちゃえば。かいやね、これを、はい、まあ、4人では完成したので、はい、残りの5人のメンバーにこのままお渡ししたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、2019年もね、皆さんにもツバキパストリーの魅力をたっぷりこれからもお見せしていけるように頑張っていきたいなと思いますので、うん、はい、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。
DVD マガジンボリューム